ノートルダムイコールで、イコールランド。ノートルダムイコールで、イコールランド。ノーター・デーム・でランディスは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールイコール、アトランティック圏のコミューン。コミューンは、歴史的にブルターニュに属し、伝統的な地方区分としては、ペーナンテに属する。19世紀半ばに、コミューンとして、成立以来、農業と牧畜が、 支配的な経済と農村の特徴を維持してきた。1970年代初頭には、コミューンの土地で空港事業の設計が始まり、激動する可能性を示唆していたが、むしろ高地整理及び、ボカージュ、低木の茂みで区切られた農地保全につながった。2000年代初頭、グランウェスト空港事業が復活し、連動して競争が増幅した。 2018年1月17日、新空港建設事業は断念された。コミューンは、ロワール川川口の北側にあり、南都との北西 25km のところにある。なんとトレンヌを結ぶ、国道137号線に近接する。コミューンは、アルモリカ3階の中にある。シロンドブルターニュ、ヘルシニア、つくり山運動で生じた丘陵の北東側にあたる。 コミューンの地形は非常に緩やかな丘陵で占められ、南東方向に向けて標高が高くなる。南西から北東へ向けて流れるプロンジョン川がコミューン北西部の境界となっている。ノートルダムイコールでイコールランド市街の南にグランウエスト空港を建設する計画は1960年代半ばから想定されてきた。1970年代のオイルショックは 計画を停滞させたが、2000年に、リオネル・ジョスパン内閣の下で再開された。2003年10月15日、政府は、公益宣言のため調査を開始することに同意した。2007年終わりには、グルネル環境法、が新空港の構造の凍結を発表したにも、かかわらず、計画が確認された。フランス国務院デクレが2008年2月10日の、 フランス共和国官報に掲載された。フランス社会党やンプのような一部の政治家たちや影響力のある政党、そして経済的利益団体によって新空港建設計画は支持されており、彼らは計画が地域圏経済発展のための原動力になるとていた。しかしながら大勢の市民、地元の地方議会議員、農民組合、環境保護団体、政党、 緑の党、民衆運動、左翼党は現在の南東アトランティック空港で十分需要が満たされており、この新空港は公的資金だけでなく農地の面でも混乱することになるだろうと議論の対象となっていた。2018年1月17日、新空港建設計画の放棄が確定した。ノートルダムイコールデイコールランドは集落が集まってできたコミューンである。 プリモディエールの荒れ地の真ん中に建てられた教区教会、その周りにできた町であると見られる。この教区教会は、フェイイコールドイコール、ブルターニュとエレクのコミューンの一部に、ビデ修道院長の決定で建てられている。最初の石は1846年10月8日に置かれ、教区が町になったのは1871年9月16日である。ノートルダムイコールデイコールランドは、 歴史の浅いコミューンであり、教区が創設された1847年からの地名である。ノートルダムイコールデイコールランドはかつては広大な荒地の中にあり、町の中心部のあるところは、プリモディエール集落の農場しか見られなかった。ノートルダムイコールデイコールランドは、ガロゴでは、ノットデンムディ、ローンドドである。ブルトンゴでは、 カーネトロン・アルランであるとブルトン語言語事務所が定めているが歴史的に価値のない名前である。現在のコミューンの土地は9世紀には王国、後にブルターニュ公国に含まれていた。ブルターニュ全土と同様に1532年の連合法によってブルターニュはフランス王国の一部となった。17世紀、平和、 ブランコ爵領の主であるロアン家に従属していた。しかし、後にノートロダムイコールデイコールランドのコミューンとなる、土地の大部分はガブルの城代、その後は王室領に属していた。この地方にはまばらに人口が分布し、土地は非一巣で村に代わって単一の農場しかなかった。フランス革命の間、地元住民のかなりの人数が、 革命権力に反対する反対勢力に加わった。1847年、カトリックの教区がこの地に設置された。教会が1846年から1854年の間に建設された。コミューンとなったのは1871年で、その面積の2、3は、フェイイコールドイコールブルターニュから、1、3はエリックから割譲された。1901年、 ベレブランカン鉄道がコミューンを横断することになり、1930年からは、なんとかんの1日3本の路線の恩恵を受けるようになった。しかしながら、ノートルダムイコールデイコールランドは21世紀まで農村のままだった。第二次世界大戦の間、アメリカ軍はロアンヌの森に小さな飛行場を設置し、サンナゼ・ルポケット監視のため小型軽量観測機が、 離着陸していたと都,都市部の拡大は、特に1972年に誕生した真空工事業に関すると近く保においても、コミューンの構造を変えることはなかった。INSEE によると、2008年12月31日現在で、ノートルダムイコールデイコールランドには118の事業所があった。農業分野40、産業分野3、建設業16、 商業50、輸送サービス九、行政九となっている。これらの事業所は小規模で2010年においては82人に給与支払いを行っていた。行政職だけが9人以上の従業員を雇用しており、他の事業所のほとんどは雇用が少ない。農業分野は1988年から2000年に、かけ、農地として利用される地域が一定である。やの養殖場は、 半減したが、家畜数は増加した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。